シュフリット、ハリくんです。今回のシュフリ生活は、はい、3日間ラーメンダイエット生活でございます。おお、そんなあったらもうやってますって。まあちょっと分かりやすくラーメンダイエットって言ってるんですけど、はい、あの僕1週間3食カップラーメン生活したじゃないですか、うん、カップ麺生活をしたんですよ。そしたら結果的に 1.5 ぐらい増えたのかな、まあ、コンビニ弁当とかマックとかもやったんで、はい、そうね、こう怒涛の1週間3食が続いてしまったので、ちょっと痩せる気がないとやばいよね。あ、そう、これ以上なんか太んないんじゃないかなと思って1回落とそうかなと、うん、まあ普通になんか断食とかサラダとかで痩せても面白くないので、まあ、せっかくならちょっと気になってる検証しようかなということで、はい、わ、出た。で、これ知ってますか？いや、これめちゃくちゃ気になってたんだよね、俺。そう。うん。で、これ普通のシーフードとヌードルなんですけど、シーフードヌードルプロ、カップヌードルプロ。はい、高タンパクで低糖質だと。で、タンパク質が 15g 入って、糖質が 50% オフなんですよ。え、タンパク質15ってすごいね。すごい。で、今回は、これを3日間、3食、1日3食食べて、はい、またしてどうなるのかっていうのを検証しよう。ちょっとあの1週間は1回置いて、ちょっとミニミニバージョンで3日間で、いや、でも9食くるんですよ。9食、まあ9食ぐらいがいいかなと。多分これ1週間食ったら多分痩せるんですよ、カロリー単純に少ないから、うん、まあまあそうですよ。で、普通のカップヌードルのカロリーが351、うん、あ、まあ大体あのチーズバーガーとかそれぐらいですね。あ、マックの、はい、351、まあまあ普通に高い。 でカップヌードルプロの方が274、あ、だからもう90、80ぐらい。タンパク質が 5g 多いですね。普通のヌードルが 10.5、タンパク質 15.2 ですね。え、すごい、こっちも 8.9 と 15.2 だから。ぜひ、高評価、チャンネル登録、先によろしくお願いします。お願いします。ハルくん、こんなに頭下げてるの？こんな頭下げることないです、ほんとに。ハルくん、この前の激安食べ放題の高評価すごい来て、めちゃくちゃ喜んでる。めちゃめちゃ嬉しいです。俺、忘れもしない。2700ぐらい来たんです。はい、というわけで記念すべき1食目、ヌードルの方から食べていくんですけど、一応、と比較したいので、2つ作りますね、通常バーと。あ、なんかちょっとライトな感じだったね、色味。ああ、確かに。え、肉全然大きさ違い、ほら、わかるかな、ほら、どっち大きいの？こっち、プロの圧倒的大きい。プロの方が大きいの？うん、違うもんだ。あ、え、全然違う。嘘。あ、本当だ。え、なんだろう、こっちの方が海鮮味違うのかな。あ、そう、わかるわかる。お湯入れろやって、全然違え。これこれ、美味しそう。太ったね、君ら。うん、え、うん、色違え、うん、なんかめっちゃすっごくね。あれ、こっちも薄かったよね、さっき。うん、え、すごっ、こんな違うんだ。お湯入れた時の匂いね。早く食えやってます。スープから、うん、変わらない美味しさですね。じゃあ、こっちこっち、プロの方です。いや、分からん、一緒。じゃあ、ちょ、麺ちょっと行きます。普通麺。うん、美味しい。食感が違う。なんだろう、硬いのかな、こっちの方が。プロの方ですね。あ、やっぱでけえ。あ、でけえ。でけえはちょっと。すげえ。そんな感じで、ちょっとでけえわ。え、弾力すごっ。あ、違うな。これ、こっちの方が謎肉は好きだな。あー、まあまあね。でもこっちの方がやっぱ健康というか、タンパク質とか入ってるんだね。ちょっともうちょい連続で吸ってみるわ、次。商品開発みたいな。はい。ごちそうさまです。めっちゃうまい。え、これで食べて痩せるならマジですごいと思います、こいつ。ね、痩せるラーメン系ってさ、あんま美味しくないじゃん、やっぱ。うん、麺が糖質ゼロとかだったり。めちゃくちゃうめえ。中の具は変わんないね。これな、なんなんだろう、これ何が入ってんだろう。ん、あ、味は変わんないんですけど、やっぱ麺がね、さっきと一緒。もうヌードルと全く一緒。なんだ、なん、何麺って言えばいいんだこれ。今日のラーメン予約してんの？そう。来週の縛りのさ、縛りスケジュール、ね、店のさ、あの電話して、あの撮影許可いただけますかという。大事だね、やっぱね。でもカップ麺なんで腹持ち自体はあまりよろしくないかなっていう、そういう感じですね。
腹減っちゃう。そうだから減ったら食べてほしいけどね、やっぱり3食限らず。うん、これで、あ、痩せるんだってなって、じゃあ3日間これだけにしようっていう、そんな、届きもない、ね。もしそんなやつがいるなら、ぜひ期待して入ってほしいよね。そのセンスはもう。まあ、というわけで、3日3食、まあ短いんですけど、はい、はい、これだけ生活していこうと思います。はい。おはようございます。2日目、朝でございます。おはようございます。というわけで、朝はこちら。シーフードの方ですね。シーフードプロいただきます。腹持ち的には、まあ、普通に高タンパクといえど、まあ、普通のカップラーメンじゃカップラーメンで、まあ、全然エネルギー的には足りないので、まあ夜少しお腹が空いてしまったんですけど、まあそのもう一個食べる必要ないかなぐらいでしたね。あと昨日はね、比較しちゃったからあれなんですけど、今日一日経ってこの一杯食べていると、もう全然通常のやつとプロのやつ、もう全然味の違いとか分かんないですね。うん、はい、お疲れ様です。僕今回汁はね飲まないようにしてるんですけど、なんか本当になんかお腹に溜めたい場合はなんか汁飲んでもいいなって思いますね。まあ一応その麺と火薬で236キロカロリーで、スープで38キロカロリーなので、まあ、実際飲んでも、なんかそこまで、ね、なんか、あれはないと思いますね。差はないと思います。二郎とか家系のスープを飲んでしまうと、まあちょっと太りやすくなると思うんですよ。あれね、結構油とかも入ってると思うんで。やっぱこの謎肉の歯ごたえというか、弾力というかボリュームすごいっすね、マジで。いただきます。本日3食目ですね。シーフードいただいていきます。まあ、編集日の日とかは、やっぱ僕編集中って基本的に何も食べないで、ずっと作業に没頭してるんで、まあ、その分お腹が空いているんですけど、間食とかしないのがいいなって感じですね。ああ、まあ、皆さんからね、よければコメントなり、高評価なりいただけると、本当にモチベーションになりますので、皆さん、いつも本当にありがとうございます。なんか3日目で言うみたいな話してるんですけど、まだ2日目ですから。明日もこれだけで生活するんで。おはようございます。というわけで3食カップ麺生活、最終日、1食目でございます。うん、やっぱりこう毎日食べてると、まあ、どうしてもなんか駄菓子、まあ、豚麺を食べてるみたいな、そういう感じにはなってきますね。でも変わらず美味しいです。あ、体力的なとことかそういうとこで言うと全然元気バリバリっていう感じですね。うん、これで痩せるっていうよりはダイエットとかしてる人、ラーメンとか食べたい時にこれにした方がいいっていう、うん、やっぱり。うわ、それ結論それになりそうだな。でもこれ筋トレしたらいいんじゃない、普通に筋トレ食として高タンパク。これでタンパク質取れないと思うけど。あ、そうなんだ。はい、というわけで3日目3食目です。ラスト1食でございます。ふぅ、あー、うまっ。うん、糖質 50% オフで、しかもタンパク質 15g で、で通常ヌードルと別に本当に味の違いとかもわからないので、で謎肉もすごい美味しいですし、なんか普通にもうヌードル買うならもう僕こっち買っちゃうかもしんないですね。で基本的にやっぱカップ麺食べる時とかってどうしてもカロリー見ちゃったりとか、これ食べたいけどいやちょっとあっさりめにしようとか、そう食べたいけどその中でもヘルシーなものがいいっていうのがね、やっぱ僕含めて皆さん思ってることだと思うので、カレーヌードルとか食べる以外にヌードル食べる時あったら絶対このプロ買っちゃいますね。だから全部のカップ麺でこういうバージョンとか作ってほしいですよね。こういうヘルシーなカップ麺っていうのは本当にありがたいですよね。春雨とかだとちょっと物足りないじゃないですか。だから本当にね、良かったですね。まあ、ということで明日はね、まあ、計測日ということで、まあ3日なんでそんなにね大した体重の変化はないかもしれないんですが、はい、まあ、よければねそちらもご覧ください。はい、というわけで計測日です。体重は果たしてどんな変化があるのか測っていきます。よいしょ。お、
おお。よいしょ。はい。体重 72.7。はい、というわけで3日間3食ヌードルプロ生活だったんですけど、まあその総カロリー的に、まあ、そもそも足りてないで痩せるっていうのはあったと思うんですけど、まあこのヌードル自体がもうやっぱすごい美味しくて、もう普通のヌードルとやっぱ全然ね味の変化が実際わかんないですよ。その場合食べ比べたらちょっとわかるんですけど、なんか糖質ゼロ麺だったりとか、もうそういうなんか物足りなさとか全然ないので、なんかヌードル系は全部僕はこれでいいなって思っちゃいましたね。まあ、あとはこれだけで生活しても多分その栄養面的にはね、足りてなかったりするとは思いますので、まあ、本当にダイエット中の方とかカップ麺どうしても食べたいなって思った時にこのカップ麺をチョイスするのはね本当にいいなと思いました。高タンパクで低糖質なので、まあ、筋トレ後にいいのか分かんないんですけど、まあ、普通のカップ麺食べるよりは絶対いいなっていう印象でしたね。まあ、毎回言うんですけど僕らの結果がね全てではないと思いますので、まあ、おすすめはしないんですけど、まあ、参考にされる方はね良ければしていただきたいなと思います。はい。そして皆さんからね、コメント、高評価、いつも本当に励みになりますので、ぜひこの動画にもね、コメント、高評価よろしくお願いします。それじゃあ、次回のまた縛り生活でお会いしましょう。バイバイ。